とりあえず初日、はい、2日目と、はい、絶好調な感じまあタイムは2番手とのタイム差とかを見ると調子はいいのかなと思うんですけど、自分の中でのフィーリングはそこまでこうパーフェクトな感じではないので、まだまだ甘い箇所も残ってるので、目標としては僕は53秒に入れたいと思ってるし、だからリザルトほどは満足してないって感じです。そうですね、コンディション次第だとは思うんですけど、やっぱり53秒っていうのは一つの基準として自分の中で見てるので、はい、53秒にもう1回でもいいので入れられるように、理想を言えば本当に53秒で周回できるように詰めていきたいと思っているんですけど、はい、頑張ります。初優勝が見えてきてると思うそういやいや実現したいですよね。今年本当にいろんな方の協力があってすごくいい体制を作ってもらいましたし、シーズンオフもすごい充実したトレーニングができているので、勝てる環境は整えられたと思いますし、あとはもうそのチャンスをつかめるかどうかは自分次第だと思うので、本当にシリーズチャンピオンを取りたい年だし、一つ一つのレースでしっかり勝てるように、結果は本当についてくるものだと思うので、予選も決勝も自分の走りをできればやっぱり勝つことができると信じて、自分の走りをすることに集中したいと思います。はい、ここまですごく調子よく、順調に来られているので、明日予選そして日曜日の決勝と、いい走りがお見せできると思います。勝つ姿を皆さんにお見せしたいので、ぜひサーキットまで応援に来てください。よろしくお願いします。